もう家族はみんなバラバラ、それぞれバラバラだったんですけれども、大英の一番上にいまして、で火災が発生しましたとか、そういういろんな情報が流れてきて、まあ、古いビルだったので本当シャッフルされてるような感じで、子供のこととか、もう自分はダメ、ここで終わるんじゃないかとか、そういうことを考えながら、それでも時間が余ってしまうぐらい長い時間でした。いつ来るかっていうその恐怖心っていうのは常にあったんですね。数日間家族が食べれるものだとか、あとはこう流すお水だとか、そういったものが用意するようにして、5日間車の中で生活しました。炊き出しとかで配っていたりっていうのはあったんですけど、意外と皆さん自分たちで食料があってもそっちの方にこうダッと流れて、ただで食べれるよとか、そういう感じのあれがすごく多く聞こえてきて、なんかとっても悲しかったんですね。なので私たちは絶対に行く前と決めて、もう自分たちで食べれるものを最低限ギリギリでもいいから食べて、本当に多分食べれなかった人たちがいたと思うので、そういう人たちが食べれたらいいよねっていう、まあ、もちろんたくさんの人がそうやって助け合った方たちもたくさんいると思うんですけども、でもそういう綺麗な部分だけではなかったと思うので、そういう意味でこう助け合いの気持ちっていうか、そういうのをみんなが持ってくれると嬉しいなって。